どうも、大丈夫です。というわけで、今回ですね、厄介なお願いをしてきたりとかですね、するようなですね、お客さんとかクライアントとか、なかなかめんどくさいと思うんですが、こういうめんどくさい人をですね、説得、しなくても説得できる方法、てか、正確に言うと、相手が気づかれないうちに勝手に説得されて意見を変えてしまう方法、これをご紹介したいと思います。心理学ではよくプライミングと呼ばれているテクニックですね。で、これに関してはですね、まあ、いろんな研究があるので、今更ですね、研究一個一個全部言っておく気はあんまりないんですが、簡単に言うとですね、人間って、プライミングと言いまして、直前に受けた情報によって僕らのですね判断とか物事のですね判断というのはですね結構変わってくるわけです。だから直前にどういうものを見てるかによって目の前で見てるものに対する判断にですね大きな影響が与えられちゃうんですよ。ところがほとんどの人がこれに気づいてないというのがこのプライミングですね。例えば分かりやすく言うんだったら、まあそうだな、じゃあ奥さんと買い物に行こうと、あるいは彼女と買い物に行こうというふうになった時にですね、一番最初にユニクロに行ってからヴィトンに行ったらどうなるかというと、ヴィトンがすごく高く感じるんですよ。なんでかというと、最初にユニクロに行ってみて、服の値段とか見てるわけですよ。で、これから、ヴィトンに行くと、急に値段が上がったように見えるわけですね。っていう風になると、ヴィトンでちょっと高いわねっていう風に思えるようになるわけですよ。ところが、逆にですね、じゃあ、エルメスとか、あるいは、車のね、ディーラーとか、そういうですね、こう、フェラーリの例えばディーラーとか、そういうところに行って、それからヴィトンに行くと、ヴィトンが安く見えちゃうわけですよ。っていう風な感じです。要するに、自分は、実は前に、その見た情報とか直前に見た情報によってコントロールされてるんだけど、これにほとんどの人が気づいてないんで、これを使ってあげればいいですよと。ところがまあ皆さんもですね、まああんまり露骨にねそれをやったりとか、急にね買い物行こうって言ってるだけなのに、ちょっとフェラーリ見ていいとかいうのもおかしな話になっちゃうので、じゃあどういう風にすれば実践的に使えるのかっていうことをですね今日は解説したいと思います。で、例えばなんですが、今日の参考文献にも書いてありますけど、やっぱね、何年間もずーっとね、同じように値引き交渉してくる人とかって、あと皆さんの周りにもいると思うんですよ。例えばわざわざこっちがちゃんと見積もりを出してるのに、必ず見積もりから 10% とか 20% とか値引きしてよって言ってくる人がいますよね。てかそもそも値引き済みなのに言ってくる人とかもいるんですよ。で、これは、人によっては、あらかじめ、10%、20% ですね、こう、なんだろ、上に上げた金額を提示して、値引きをですね、こう前提にするとか、値引きされても痛くないようにやるって人もいると思うんですが、これやっちゃうとですね、繋がりがあればいいんだけど、見積もり額がですね、いつもこの金額だよなーっていう風になってると、例えば、同じものをですね、1万2000円で売ってるところと1万円で出してくるところを考えたら、普通に1万2000円の方が高いから、普通に見積もり出す前に1万円の方に行っちゃいますよね。っていう風な問題が起きたりとかするので、あらかじめ値引きする分を含めた価格提示っていうのはちょっと微妙だったりするわけなんですよ。で、もちろんそれが値引きされることが確実にね、分かってればいいんだけど、新規の人とかそういうのは分からないんで、問題になっちゃうわけですね。じゃあどういう風にすれば、こういう厄介なお願い、値引きしてよみたいなとか、ちょっとやってよみたいな風にですね、言ってくるお願いを減らすことができるのかということをですね調べたのが今回の、内容になっております。はい。で、これですね、実際に出てくる例として、何年間もですね、取引している企業が、常に 10% から 15% の、値引きを許容してくるというですね、厄介な、人をですね、黙らせた、ある方法があるんですね。これどういう風にしたかっていうと、ちょっとしたジョークでプライミングを入れたんですよ。例えば、普通にプレゼンして、自分が7500ドル、のものをですね、企業に提示するときに、この実際の事例だとこういう風に言ったんですね。見積もり金額が7500ドルですよってことをですね、提示する前に、まあ、お分かりだと思いますが、このサービスで皆さんから100万ドルをいただこうなんて思いません、みたいな風にですね、これちょっとジョークを言うわけですよ。これでは全然面白くないんですが、アメリカ的には受けるジョークだそうです。うん。まあ、そりゃそうだよね、みたいな。そうするとどうなるかっていうと、最初に100万ドルって金額を言われて、100万ドル金額が頭に入ってる状態で見積もりが7500ドルってのを見るわけですよ。で、こうするとどうなるかっていうと、なんかね、安くなったように感じるんですよ。で、これで人間は、本来は普通に7500ドルですよって提示すると、相手が、10% 負けてよとか、6000ドルにしてよとか言ってくる相手でも、なぜか一番最初に、いや、これで100万ドルとはね、言わないんですけれども、みたいなジョークを入れておくだけで、一回その100万ドルという数字に触れておくだけで、その後の値段のですね、交渉ってのがですね、抑えられたということが分かったんですね。こういうふうに、事前に与えられる情報によって相手のですね、価値基準とか、態度が変わることをプライミングというふうに言うわけです。で、これいろんな使い方ができます。例えば相手にお願いをするときに、じゃあ旦那さんに、ゴミを捨ててほしいというふうに思ってる時にですね、ちょっとゴミ捨てといてって言われて断られる場合だったら、でももう明らかに無茶なこと言うんですよ。ちょっと子供を送ってってくれないとか、あとは、あ、そういえばちょっとさ、あのタンス捨てたいなと思ってるんだけど、ちょっとタンス運んどいてくんないみたいな、ちょっと今無理だし、ってか一人じゃ無理だしみたいな、そうですね、こう無理難題とか言うわけですよ。で、それで、いや、じゃあ、ゴミだけ捨てといてっていうふうに言うとかね、そう、例えばちょっとなんか、ずっと欲しかった食洗機があるんだけど、そろそろ買ってくれないかしらって、いや、今月厳しいし無理だよコロナだし、みたいなね、あ、じゃあちょっとゴミ捨ててくれるって言われると、捨てちゃうんですよ。っていう風にですね、こう人間って面白いもんで、最初の提示に影響を受けて態度が変わっちゃうので、だからもう一番最初に皆さんが提示するときには、この
最初の提示を与えることによって、その次の相手の選択にどんな影響が出るかってことを常に考えてあげた方が、正論を一生懸命に相手を説得するよりも、非常にですね、説得効果が高いわけですよ。というわけでぜひ皆さんいろんなプライミングを使ってみてください。他にもね、一応じゃあ事例として、実際の研究とかから分かった事例をご紹介しておきます。例えば、夕食、ですね、ご飯をですね、外食で、まあ皆さんも最近してないかもしれませんが、外食でご飯を食べるときに、お店の名前が、スタジオ97ってお店の場合と、スタジオ17っていうですね、お店があったとしましょう。この二つのですね、場合を比べると、なんと、実際にこれアンケートを取ってみるとわかるんですが、そのお店で夕食に払ってもいいと思う金額が、スタジオ97の方が、スタジオ17よりもですね、高くなったということがわかってるんです。つまり、お店の名前を見てからお店に入りますよね。こうすると、そのお店で払ってもいいと思う金額が全然関係ないお店の名前についている単なる数字に影響を受けちゃったりとかするわけですよ。ってことは逆に言ったらスタジオ97よりもスタジオ1997の方が払っていいと思う金額が上がるってことですよね。こんな簡単なことにも人間って影響を受けちゃうんですよ。まだありますよ。例えば参加者の人たちを集めまして、その被験者に自分の日本でいうところのマイナンバー番号みたいなやつ、社会保障番号っていうのがですねアメリカとかにあるんですが、この社会保障番号の中から大きな数字を2つ書き出してもらうんです。例えば99とか98とかっていうものをやってもらったグループと、もう一方のグループでは、その社会保障番号の中から小さな数字、12とか13とか、そういうのを探してもらって書いてもらうということをやったグループに分けるわけです。で、これグループに分けた後、その作業をやってもらった後、チョコレートを出してきて、このチョコレート一箱いくらだったら買っていいと思いますかっていうふうにですね、尋ねるんですよ。で、これやってみると、全く同じことが起きたんですね。さっき言った社会保障番号、自分のランダムの社会保障番号の中から小さな数字を2つ、書き出した後でですね、そのチョコレートの値段をですね、決めたグループよりも、大きい数字を2つ、書き出したグループの方がそのチョコレートに対して全く同じチョコレートのにもかかわらず高い値段を、つけたわけなんですよね。だから相手に物を売りたい時っていうのは大きな数字にですね事前に触れさせるというのがいいのかもしれないってことが見えてくるわけなんですね。でこれさらにですね、自分のモチベーションコントロールにも使えそうなですね、ネタが出てきております。自分の作業効率、何かこうね、単純作業したりとか計算をするとか、そういうスピードとか、そういった能力を予測する、実験っていうのを行いました。で、この時にどういう風にしたかっていうと、その実験の名前が、能力予測実験、番号27っていう実験の場合と、能力、予測なんか実験とかね、その実験番号9番みたいな風にですね、実験番号が27番って書いてある場合と、9番って書いてある場合を比べるとですね、なんと自分の作業効率へのですね、予測値、つまり自分がどれぐらい、能力が高いのか、作業ができるのかということをですね、実験番号27の、場合の方がですね、高く見積もったんですよね。これ面白いですよね。だから多分オークションとかでもオークションの番号の桁が無駄に高い、例えばオークションナンバー1番とかよりもオークションナンバー、2万1番とかにしといた方がそのオークションで払ってもらえる確率とかも上がる可能性があると、いうことが見えてくるわけなんですよ。単なるこの実験番号とかでも影響を受けるんですよね。でまだありますよ。例えば皆さんあの野球選手とかの背番号、サッカー選手の背番号とかあるじゃないですか。そうでああいう背番号ってなんかね、意味あるのかなと。大体みんな自分のラッキーナンバーをつけたりとかすることが多いんですが、なんとこの選手のユニフォームに関するですね、背番号の実験も実はあるんですよ。着ているユニフォームの背番号が同じ選手だったらですよ。同じ選手だった場合は、着ているユニフォームの背番号が大きい方が小さい番号をですね、つけている場合よりも、観客からの評価とか能力の評価は高くなったんですよね。だから2桁つけれるんだったら99番っていうのが、まあ一番いい背番号になるわけですよね。みたいな感じですね。はい。で、ちなみにこれ、数字じゃなくてもいけます。数字とか、相手に何かしらの予測をさせなくちゃいけない場合はめんどくさいと思うんですが、これね、ちょっとしたですね、視覚的なトリックとか想像とかでも全然できます。例えば大学生を対象にしたある実験によると、これミシシッピ川、まあ日本でいうところの、利根川みたいなイメージですよね。で、あれがどれぐらいの長さなのかってことを予測してもらうと。で、みんなミシシッピ川のことは知ってるだろうけど、それが正確に何キロメートルあるのかってことはあんま知らない人が多いわけですよ。で、こういうふうな、予測をしてもらうという実験を行うんですね。で、この時に参加者を2つのグループに分けまして、片方のグループには、その予測をする前に、長い棒線を引いてもらうんです。3本。で、別なグループには、短い棒線を引いてもらうんです。3本だけ。で、これやった後、そのグループに対して、ミシシッピ川ってどれぐらいの長さだと思いますかってことを尋ねるんですよ。尋ねたところですね、何が起きたかっていうと、長い線をですね、尋ねられる前に、書いたグループの方が、ミシシッピ川のですね、予測の長さがですね、より長くなったんですよね。つまり僕らって、事前とか直前に起こったあなた行為によって、考え方がですね、かなり変わってしまうんですよ。っていうことが分かってるということなんですね。で、まだありますよ。じゃあこれ、今視覚的なね、長さとかだったんだけど、他にもなんかないのかと。なんと音楽でも人間ってコントロールされます。例えばワインショップを訪れたお客さんを観察するという実験が行われました。でこれによるとですね、ワインを選ぶ直前に、例えばお店の中でドイツ語の曲が流れてるとどうなるかというと、ドイツ産のワインを買う確率が優位に高くなるんですよ。一方でフランス語の曲が流れてるとフランスワインを買う確率が高くなるんですよ。面白いですよね。ちなみにこれフランス語とドイツ語の区別がつかないと意味がないんですが、区別がつく場合に関しては、こう事前に聞いた音楽とか見た国旗とか、そういったものによって実は僕らって
買い物の判断すらですね、変わってしまうことが、示唆されてるんですよね。だからこういった、実はね、細かいところ、いろんなこういう細かいところで、人間のですね、心理って変わってくるので、意外とね、説得をするときとかですね、正論を相手にガンって言って、相手を押さえつけようみたいな人もいますけど、本当に相手を説得したいんだったら、喧嘩したいんだったら別ですけど、ただ単に説得したいんだったら、実はちっちゃいところに目を配った方が、相手のことは上手に説得できるし、さらにですね、厄介な人を説得するのってめんどくさいんですが、こういうふうに、事前に触れさせるものを変えるぐらいだったら、いろんなやり方ができるじゃないですか。だからこういうことをしておいてあげると、知らないうちに相手をコントロールできると思うんで、面倒ごとにも巻き込まれないと思います。ぜひやってみてください。というわけで今日はですね、そんな説得に関するテクニックをご紹介しました。プライミングという基礎的なテクニックですが、まあ、いろんなね、場面で使えるんで、例えばじゃあ、自分に対して使うんだったら、勉強するときに、分厚い本を用意しておいて、で、その分厚い本をですね、ちょっとね、読むんですよ。あれは難しい本とかですね、読むわけですよ。もうほんと3分とか5分でもいいんで。それ一回読んでから閉じて、本来読もうと思ってる薄い本を持ってくるということをやってあげると、だいぶ読みやすくなるわけですよね。だから本当にもう分厚いこういう、こういう本とかを出してきて、何でもいいんですよ。どっかでもいいんで、この分厚い本の一部を読むわけです。で、読んだ後、普通のサイズの本をですね、こうやって持ってくると、急にですね、読みやすくなったように感じると、いうこともできるので、ぜひですね、ご自分でも、使ってみてください。自分が、その効果を分かっても、これ効果はありますんで、やってみてください。で、今日はそんな、説得に関するですね、テクニックをですね、ちょっとダークなものも含めて、続きの動画でご紹介しています。番組タイトル下の説明欄、この動画のタイトルの横にあるちっこい三角形を出てくる場所ですね、この説明欄、またはこの動画のコメント欄に、今日の続きの動画入ってますね。ぜひチェックしてみてください。今日の続きの動画、一つ目は、18万件の議論を分析して分かった、相手の意見を変える5つの条件という動画ですね。これは、たった5つの条件なんですが、18万件のですね、いろんな議論を分析して、相手が自分の態度を変える、そんな説得の方法とかポイントってのは何なのかってことを調べた研究です。頑固な人が周りにいる、あるいは厄介な人が周りにいて、そいつの意見を変えたい、考え方を変えたい、そいつをどうにか、抑え込みたいという方はですね、使ってみることをお勧めいたします。で、二つ目の動画は、ちょっとこれね、ダークな話も入ってくるんですが、恐怖と欲望の説得術ということで、これ歴史を動かした偉人とか歴史に名を残した人たちがですね、使っていた、結構ダークなテクニックです。人間の恐怖とか欲望すら利用して相手を説得させる、集団を説得するための方法。で、これをですね、解説した動画になっております。ちょっと長くて前編後編に分かれてるんですが、結構ね、強力なテクニックが入ってますんで、こちらもぜひ説得をですね、極めたいという方は見てみてください。おすすめの動画は番組タイトル下の説明欄、または動画のコメント欄から、チェックしてみてください。さらにですね、今日は番組タイトル下の説明欄の方にはおすすめの本と、僕の無料の、オーディオブックをですね、ご紹介しています。僕のおすすめの本を今日は2冊あります。1冊目が影響力の武器。まあ、いつもおすすめしてますが、説得力に関するですね、バイブルといえばこの影響力の武器ですね。で、この本と、ザ・コピーライティングっていう、売れる言葉、人間の心を動かすような短い文章ですね、言葉を、作るためのですね、本をですね、これをご紹介しています。まあ、この2つね、やっぱりネット上のビジネスとかですね、これから新しいことを自分の力でしていこうっていう人には、絶対必要な能力だと思います。僕も大学生の時この2冊の本を読んで、やっぱり人生が変わったので、ぜひですね、読んでみてください。番組タイトル下の説明欄に入っております。で、さらにですね、今回は今ですね、普段は、通常は一冊3000円する、Amazon のですね、僕のオーディオブック、なんと今無料で聞けるというキャンペーンをやってますんで、ぜひチェックしてみてください。普通はね、3000円ぐらいね、オーディオブックってするんですが、一人一冊までですが、無料で聞けます。後悔しない超選択術とか、知識を操る超読書術、あとは自分を操る超集中力とか、人を操る禁断の文章術、そういったですね、僕の、結構、売れた本がオーディオブックになってるんですが、今、どれか一冊ですが、一人一冊ですが、無料で聞けるというキャンペーンをやってますんで、まだ聞いてないよって方はですね、ぜひですね、チェックしてみてください。完全に無料なんで損はしないと思います。というわけで、今日はありがとうございました。また次回お会いしたいと思います。おすすめの動画は番組タイトル下の説明欄、または動画のコメント欄の方からどうぞ。バイバイ。